愛媛県北郡の一現在の北郡市、超拡大表示北郡は、愛媛県の郡。人口 14,996 人、面積 299.43 京平方メートル、人口密度 50.1 人、京平方メートル。以下の一町を含む。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。貞観8年11月8日に、宇和郡の北部が分立して成立。郡名は、日本三大実録を所見とする。宇和郡の北部という意味の、北に、北を当てたものと推察されている。古くは、北、北とも書かれる。1、大須町2、久米村3、南久米村4、菅田村5、大成村6、倉川村7、大谷村8、宇和川村9、山鳥坂村10、奥南村11、みそぎ村12、天神村13、伊香崎村14、内子町 15.5 条村16、村前村17、大瀬村18、立川村19、三保村20、柳沢村21、田所村22、北三村23、新谷村24、北村25、平村26、三千村27、淡津村28、上菅井村29、芝村30、滝川村31、相生村32、豊重村33、泉村34、串瀬村35、長浜町36、北灘村37、平野村。ありがとうございます。